はい、では次の試合は私と菅野くんですね。はい、というわけで、ですね、次は、ゼロ回戦、3つ目、菅野くん対、宮本くん、はい、まあ、和樹と、まあ、静丸ですね。性能的にはどんな感じかね。ポテンシャルとしてはやっぱ和樹有利、やっぱそうなの、俺わかんないんだけどさ、うん、和樹有利、あ、そう、いや個人的には静丸の爆発力とかやばいと思うんだけどね。もうここまで来たら有利不利じゃない気がするという、まあ、宮本くんが言っておりますけど、というわけで開始しました。今回はなんかしんだけど真っ白白になってる、静丸が宮本くんで、対するは、いつもの赤い和樹、はい、なんか変、なんか互いになんか微妙な感じ、の出だし、はい、傘で返した、いいね、あの 武器返しじゃない、飛び道具返し、うん、そうですね、静丸はなんていうのかな、ポテンシャルは本当あの無敵昇竜があって、飛び道具があって、あのなんていうのね、なんかスト2みたいにね、波動拳、昇竜拳みたいな、そういうことが割とそれの疑似っぽいことができるキャラではあります。あとはそうですね、結構クロウトっぽいも技もいろいろあるんですけど、やっぱそれを引き出すにはかなり層の努力が必要なキャラであると思います。ごめんなさいと言ってた、やっちゃった、 N 受け身、このゲームは受け身が2種類ありまして、キャンセルが効くけど打撃無敵が、ない、受け身と、あとは、すごいと相手のから離れるように受け身取るんだけど投げ無敵がついてない受け身。さっきのはあのあれですね、 N 受け身っていう、打撃無敵がない受け身ですね。で、あとだから相手に、寝かされる時とかだと受け身を取るか取らないか、または寝っぱなしで受け身狩りを回避するかとか、そのあたりの読み合いがあるゲームです。まあそんなことを言ってる間に、和樹の再演が真っ赤っか、真っ赤っかですね。あと宮本弱いぞと煽りが出ていったら、そんな、なんか、あーっと、はい、燃えてきたぜ。なんかガガ様がえらい煽っておりますが、はい、笠北、この下段結構避けない、当たりやすいんですよね。はい、傘判定強いよ、うん、着地も隙ほとんどねえし、うん、さーてどうする。久々に出てきた、宮本丸、ランバドの香りを聞きつけて出てきました、うん、けどどうなることやら、このしかし着実に削っていく様はさすがです。そして非常に和樹側はやりにくい感じ、なんかボコボコダメージを与えられてなかなかなすすべがない。あ、残り5秒ぐらい、これはちょっとさすがに削りきれないか。お、頑張るか、まだいけるか。あ、判定が強い、あのスライディングマジ判定が強い、時間切れ、さすが宮本。もうね、あれですよね、宮本対三島とかやるとね、動画の時間がえらい長いんですよね。何なんでしょうね、あれ本当。それに引き換え僕の動画なんて負ける時もなんか勝つ時も全部1分台で終わりますからね。もう残さ向かいをこれってぐらい短いんですけどね、なんとかなりませんかね、うん、あーっと、さっきはちょっともったいなかった、しゃがみくらいだったから連弾確定しなんじゃねえと思ったけど、まあこのゲーム一番難しいのは同情したから、まあしょうがないよね、うん、さあ傘が強い、なんかどっかのゲームで見たことがある。残サムもあれね、傘強いんだよね、うん。さあ燃えてきたぜ。いや、このキャラがすごいのはこの状態からでも全然逆転ありえますからね。ていうか全然逆転、どのキャラでもいけるか。ああ、いった、爆発だ。これはおもらしかそれともどうかわからない。あ、出てない。さっきのはそうですね、爆捨てして傘出して、で空中状態から宙切り入れて、そこから宙切りポンポンぶっ飛ばしとやろうとして、ぶっ飛ばしが出なかったというわけですが、それでも和樹の方が体力的には不利。あー、届かなかった、切ない。はい、壊し、はい、昇竜。さあ、けど和樹はまだ爆発早くね。さあ、それでも勝負を決めに行くか。あれはなんてことだ。はい、勝負あり。というわけで宮本丸の勝利。もう行きます。はい、
はい、宮本克也などひどいコメント。じゃあ、続きまして、ゼロ回戦最後、水煮くん対ふんじさん。水煮くん対ふんじさん。ごめん、誰が実況かって、俺なんか今日マジリアル右京さんだ。なんか変わって。今日は死にかけさんが実況の調子が悪いリアル右京さんということで実況を交代させていただきました。さあ、ワンピー側は水に、ワンピー側かな、水にくんのリムルルですね。ツーピー側はフンジシャルロットです。一本目勝負。さあ、毒瓶の多いステージだけど、今日はアイテムなしの大会ですので、影響がありません。ハロウィンの時期ですけどね。あんまり関係がない。なんとなく画面が青っぽい試合。とか、立ち上がりは。さあ、ここは牽制を弾いたけど、AB 同情しが出なかった。序盤は静かに行くと思いきや、結構激しくザクザクと行ってしまうのが、フンジさんとの対戦というところでしょうかね。スライディングでこけて、起き上がりはローキックを絶妙に重ねる。連山を伏せで避けて投げて、起き上がりは不意打ちからのパワーグラデーション。受け身を買って、暴れを買って、ローキックっていうか踏みつけて、まずはフンジシャルが危なげなくかな、一本というところです。2本目、さあ、じわりじわりと重戦車のように迫ってくるフンジシャルロットを、水にリムルルがちょっと怖がりながら押し返してる、そんな状況。しかし、ここは、ここぞの爆発から一線食われ、踏むかと思ったら着地してガード。小足を細かく振っていくリムルル、小足キャンセルがね、常に出るとかなり強いと思います。さあ、クリスタルローズで武器も失い、体力を失って厳しいが、まだまだいける。鏡を出す。ジャンプ C から綺麗にパワーグラデーション繋いでいく。さあ、まだ、スライディング、このスライディングが強いということで、もう一回こかせば武器を拾える。投げられてしまって、起き上がり、ローキック、キャンセル、スプラッシュファーンと、フンジシャルが勝利ですね。